熱帯魚の定番種と言われるぐらい人気の高いネオンテトラ、そしてこのネオンテトラとよく似た種のグリーンネオン、この2種はよく混合されることの多い種なので、この2種類の簡単な見分け方を紹介します。ネオンテトラは鮮やかな青色のライン、そして赤色のラインが特徴的な熱帯魚です。グリーンネオンは鮮やかな青のラインが目立ち、中にはネオンテトラ同様に赤のラインが出る個体も多くいます。そうなると初心者の方だとどっちかマジでわかんないぐらい同じような見た目をしています。ただここを見れば一発で判断できるというポイントがあって、この青のラインの入り方に明確な違いがあります。どちらも目のあたりから青のラインが入りますが、ネオンテトラは背びれと尾びれの中間にある小さいヒレの部分まで伸びます。ちなみにこのカージナルテトラも青いラインの入り方はネオンテトラと同じです。対してこのグリーンネオンは一直線に尾びれの付け根まで伸びるという違いがあります。もし見た目がネオンテトラにしか見えないような個体だったとしても、この青のラインが目から尾びれの付け根までまっすぐ伸びていれば、それはグリーンネオンだと判断できます。これを知っておけば簡単に判別ができますので、この2種類を見る機会があればぜひチェックしてみてください。